1977年の津別駅と周囲約 1km 範囲。下が北見愛相い方面。国鉄型配線2面3線。その外側に木工所に隣接する貨物積み下ろし線。駅標北見愛相い側に三角状の貨物ホームと引き込み線を有している。写真では貨物列車がそれぞれに留置されていて、多いた取り扱い量もあったようだが、この2年後には、 貨物取扱いが廃止となり、貨物用側線はすべて撤去され、駅裏副本線も北見愛生川側分岐が外されて、補線用に引き込み線化され、相対ホーム2面2線となった。駅表尾幌側に右上へ向かって細長い区形状に、北見営林局津別営林所管轄のストックヤードが設けられていて、かつては東側にある網走川支流の津別川上流より、 津別森林鉄道がここへ接続し、昭和38年にトラック輸送に切り替わるまで木材を運び入れていた。軌道は、区形敷地の両脇から右上へ伸びて合流し、右下へ向きを変えて、国道240号の左を南へ、少し並走した後、国道を横切って東南へ向かっていた。この写真では、軌道跡が細道に利用されて残っているのが、確認できる。 ヤードの中央より、左寄りの位置には、本線側から引き込み線が伸びていたが、すでに撤去されていて、本線利用を止めてから、長いようである。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成津別駅は、北海道網走市町網走郡津別町にあった、日本国有鉄道愛よ線の駅である。連邦略号は津辺。 愛イ線の廃線に伴い1985年4月1日に廃駅となった。廃止時点で相対式ホーム2面2線を有する地上駅で列車交換可能な職員配置駅であった。互いのホームは校内踏切で連絡していた。他に上り、ホーム側に側線を一本有していた。駅舎は下りホームに接していた。当駅の所在する地名より、地名は アイヌ語のトゥペツに由来する。網走川と津別川の合流点に近いことからの地名である。駅舎やホームは解体され、当時の駅前への北海道道が校内跡を貫く形で反対側へと通り抜けている。2001年時点では腕木信号機が一機残されていた。ありがとうございます。